市屋健治は、静岡県富士市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。野球人生のスタートは、小学3年生時に、後に、出身高校の先輩となる、松坂大輔の投球に衝撃を受けたことと後に、語っている。地元の富士市には所属時代は、投手として、全国16強入りし、全日本選抜メンバーにも選出された。2006年に、 横浜高校に進学。2007年秋の明治神宮大会では、準優勝投手となった。この年の秋、関東大会までは、背番号1だったが、明治神宮大会では、背番号10として出場した。エースとして3年政治の春に出場した第80回戦抜大会は、 初戦で北大津高校の前に敗退するも、続く3年生児の夏の第90回選手権大会では、浦和学院高校や広陵高校、仙台育英高校といった強豪を撃破したものの、準決勝で浅村栄とを擁する大阪桐蔭高校に敗れ、ベスト4。社会人野球の JR 東日本入りが内定していたが、プロに対する気持ちが強くプロ死亡届を提出した。 2008年プロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから4巡目で指名。契約金3500万円、年俸580万円という条件で入団した。背番号は37。2010年は、イースタンリーグで78奪三振で1位台防御率3.34、勝利数7でいずれも2位の好成績を残し、 ベースボールマガジン社選定のビッグホープ賞を受賞した。しかしながら一軍では5.1投球回で10失点と苦しんだ。プライベートでは9月21日に第一子が誕生。2011年は一度も一軍登録されなかった。翌2012年6月5日に2年ぶりに登録され、同日の広島東洋カープ戦にてその試合の先発投手。 吉川光雄が危険球により退場処分となったため、急遽登板するが、先頭の赤松雅人に逆転本塁打を打たれるなどで、一時も取れずにも失点で降板し、敗戦投手となった。同年内の登板は、この一試合のみに止まった。2012年11月14日に、北厚紙との交換トレードで、横浜 DNA ベイスターズへ移籍することが発表された。背番号は45。 2013年、遺跡後初登板となった4月6日の対東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初勝利を挙げる。この試合は、アレックス・ラミレスの日本での通算2000本安打の達成試合でもあった。2014年、イースタンリーグ公式戦20試合に登板。1勝1敗3セーブ、防御率1.35という成績を残した。 一軍公式戦では7試合の登板にとどまったため、シーズン終了後には、球団からの戦力外通告を覚悟していたが、現状維持の推定年俸650万円で、契約の公開に至った。2015年、一軍公式戦への登板機会がなかった。10月4日に戦力外通告を受けたことから、11月10日には、シートバッティング形式の12球団、 合同トライアウトに参加。打者3人を無安打に抑えたが、11月19日に現役引退を発表した。現役引退を機にアスリートマネジメント会社 MHB の代表へ就任した。トレーニングの知識が豊富なダルビッシュ有と日本ハム時代に自主トレーニングを積んだ経験と独学で身につけたトレーニング理論をもとにパーソナルトレーナーとしても活動。また、 2016年4月までに保険関連の資格を6つ取得したことを機に保険代理業も営んでいる。ありがとうございます。